私には人には言えない秘密がある。妻であり教師という聖職者でありながら禁断の肉欲にまみれたみだらな女。合鍵を渡したあの人が来たようね。さあ今日はどんな授業になるかしら。なんか急に眠気が。寝ちまうかと思ったぜ。ふう、なんとか耐えられたな。今日は古文の授業よ。私の国古い言葉でなんて言うのだったかしら。答えられるかしら。次は世界史の。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。ようやくラストシーンだな。もう私はこの甘くただれた快楽から逃れられない。次に私の授業を受けに来るのは誰かしら。絵って本当にいいもんだな。面白かったぜ。
今日は楽しかったよ。そうだな、